まんまるお月様からの質問です。サーキットの一周の長さってどうやって測るんですか？車ですか？チームをよく使うコロコロですか？どこを測っているんでしょうか？レーシングラインですか？中心線ですか？右ですか？左ですか？また一回測るだけで決めちゃうんでしょうか？オリンピックのマラソンコースみたいに何回か測って平均を取るんでしょうか？という質問なんですけど、まあ確かにコースって幅があるし、外回りで測ったり内回りで測ったりとコース値は変わっちゃうね。真ん中でした。ありがとうございました。あ、真ん中なんだ。当たり前でしょ。真ん中以外どこで測るんですか？じゃあ真ん中で測ってるってことは、測ってるっていうか、もう測りもしないですけどね。あ、そうなの。だってキャドで設計されてるんだから、普通にデータ上で分かるでしょ、うん。ああ、そういうこと、まあ、それが10センチ狂ってたからって別に誰も困らないって話ってことね、うん。まあ、メートルで表現してますからね。うん、あ、確かにそうだよ、ね。まあ、マラソンはね、街の中走って 42.195 キロだから測るんだろうと。言われてみたらそうだね。ああ、そうかそうか。じゃあ、いちいち測って測らなくてもいいんだね。まあ、だし、まあ、考えたこともなかったですけど、じゃあ、まあ、我々ね、一周何点何キロ、うん、まあ、何千何百何十何メートルっていう数字を見てますけど、もちろんあれは公式に発表された数字だから、うん、はい、サーキットの設計データ上を、はい、コースの中心線をたど、はいはい、った長さなわけですけど、うん、はあはあ、当然 F1 マシンだったりレーシングマシン走ると、うん、その中心じゃなくてレーシングラインを走りますよね。から、うん、だから当然走る距離って一周変わってきますよ ね。でそれはじゃあ何メートルかっていうと、それも別にテレメトリー上で分かりますからね。あ、何メートル走ったか、だから別にそれは測る必要がないっていう。あ、そういうことか。だって一周コロコロしてる人見たことないでしょ。ピットレーンはコロコロして測ってるけど、なんか中心線で測ったサーキットのコース、それの足し算で305キロだっけ、305キロを超える超えればいいのか、最小周回数で設定をして、で今はテレメトリーで一周が何メートルか分かるから、そこからでまた燃費の計算とかもちゃんとできるとかね。疑問だったんだろうね。長年やってて、そんな疑問を思ったこともなかったでしょ。一周何メートルでも別にいいですからね。よくね、最近も私グランプリニュースでサーキット解説を押し付けられるんで、毎回なんかやってるよね。なんかもう定番になってるよね。全長 何メートルでみたいな言うんですけど、はいはいはい、全長別にどうでもよくないかなと思いながら、でもまあ台本に全長って書いてあるから、全長何メートルで、あとはさっきの特性みたいな書いてあるから、そこをまあ自分で付け加えて言うんですけど、全長別にどうでもいいなみたいな。モナコぐらい短いとね、影響しますけど、バレーのアウターサーキットもね、すごい短いから 3.5 キロギリギリですからね。グレードワンって 3.5 キロ以上じゃなきゃいけないんですけど、うん、あ、そうなんだ。3500何メートルでしょ、確かアウターサーキット。あ、3500でいいんだ。ちっちゃいね、3500って。まあ、モナコは3500ないですけどね。あ、3500ないんだ、モナコ。あ、じゃあ距離の理屈で言えば岡山でもスゴでもいいってことね。よくないです。どう見てもよくないですね。だいたい4キロ台のところが5キロ台のところが多い。まあ、普通は5キロぐらいっていうのがね、うん、一般的ですけど、あ、でも4キロ台、バルセロナとか 4.6 だったし、確か。ああ、そんなもんなんだ。鈴鹿 5.7 とか。5.7、うん。ああ、そうだね。確かにこう今こう歩いた距離で思い出すと、うん、そうだよね。スパなんか長いもんね、やっぱね。スパとかスパが一番長くて 7.04 ですからね。そうそう、もうしんどかったもん、あの頃。うん。まあね、そういうことなんでね、あ、距離はね、真ん中で、測って。知ってどうするんですか。逆質問、知ってどうするんですか。じゃあ、まんまるお月様、ぜひね、なぜそれが知りたかったのかっていうのね、ちょっとコメント欄に書いていただけると、はい、嬉しいかなという質問でございました。はい。